はは。い、こんにちは清野です。今日は心拍変動指標の中でもねあのまあ最もというか、まあ、代表的な指標である HF、LF、これについて説明します。ここではまあ HF がねこういう解釈だよとか LF はこういう解釈だよという表面的なことを言うのではなくてこの HFLF がどういう現象に関係しているかということを強調していきます。まず、まあ、現象面の HFLF。 これはあの省略した用あの言葉であってハイフリークエンシーこれ略して HF ローフリークエンシー略して LF ですハイフリークエンシーは高周波数ローフリークエンシーは低周波数ですでこの高低って何かということを現象を見ながら考えますまずですね24時間の心拍変動というのはこの一番上のグラフのようになりますこれ幅がほぼ24時間とってありますそうすると非常にギザギザした構造が見られます ところがこの心拍変動 RR 間隔時系図ですけどもぐーっと近づいて短い区間を見てやればちょっと印象が変わるということがありますまずですねこの緑ですけどもこれこちらちょっと見にくいですけどもですねここの部分を70秒間切り出しましたこの部分っていうのは横になって寝ている時です でこの区間の RR 間隔データを見ると確かにちょっと不規則なんですがそれでもこう山山山こういうですね振動が見られます。そしてこの10秒間に山が1つ2つ半ですねこ20秒間に山が12345個ありますのでこの一山の幅これ周期ですねこれは4秒だということが 予想できます。はい。ということで、この4秒周期の振動が心拍変動には入ってますよと。もう一つですね、この赤色ですけども、この赤の部分ですね、ここ。ここの部分だけ70秒間切り出しました。ここは、立ってる状態です。はい。そうすると、ここのデータを見ると、これと印象変わりますね、ちょっとね。70秒の幅は一緒です。で、見ていくと、 やはりあ何か振動してる山山山山がありますよね。ということでこの山の幅ですけど10秒山もう一つ20秒というふうに1山あたり10秒ぐらい進んでますので周期は10秒ぐらいですね。10秒周期。つまり HFLF というのはそれぞれこの2種類の振動現象というのを捉えているんです。とこの時系列から この振動現象を捉える分析方法として代表的なものこれはパワースペクトルですよねパワースペクトル解析というのはどういうものか簡単に説明します。まずどんな時系列でも大丈夫ですけれどもこうですねこうギザギザした時系列ね滑らかな時系列でもいいです。必ずこの正弦波サイン・コサインの波に分解できます。 これは模式的な図で実際に分解したものではないですけどもこの元の波形というのはこういう周期の異なる波の足し算で表すことができます。パワースペクトルというのはこの周波数の異なる要素の寄与をグラフ化したものです。はい。横軸これログ書いてありますけども、まあ、周波数を横軸にとります。ログは無視して構いません。 そういういことで、でここちらが低い周波数側ですね。こっちが高い周波数低い高いというのは波で見ればゆったりと振動しているのが低い周波数こう、ね、細かく振動しているのが高い周波数ですこの波形にはこうなんとなく振動がありますよね、うん、でこの赤で描いた実際には色は関係ないですけども赤で強調した成分だけ振幅が大きいわけです でこのような場合にはパワースペクトルを描けばこういうふうにその一番こう大きく寄与している振幅が大きい成分の周波数のところにピークが立つというふうになります。ですのでパワースペクトルを見ればこのピーク1からどういう周波数の振動成分が入っているのかということが分かります。 まあ、ちなみに縦軸これは心幅の2乗です、まあ、波のこの幅の大きさと言いましたけども実際には2、まあ、乗に比例する量です、まあ、ここは、えー、正確にはいいですピークがあればその波の成分が強く入ってるこちらが心拍変動これ5分間の心拍変動ですね RR 感覚時系列のパワースペクトルを計算したものですで高周波数成分これはですねもちろんもう世の中一般ではないです心拍変動業界で 細かい波。というと、この4秒周期の波になります。はい。で、高周波数成分、ハイフリークエンシー、略して HF ですね。で、これも完璧に一定の周期ではないですので、幅をとってあります。この緑で書いたとこですね。周波数で言えば0.15から 0.4Hz というのが、この高周波数領域と呼ばれるものです。心拍変動業界では。そして、このピンクで書いたとこですね。こっちは、 こっちが高い。こっちが低いですからね。で低い側にありますねこちらは低周波数成分。えー、ローフリークエンシー。ー略して LF です。このピンクの幅は0.04から 0.15Hz。これに取られることが一般的です。そして、このパワースペクトルにはピークが見られますね。2つのピークがあります。これは典型的なもの、あるいは説明しやすいものを選んであります。いいですかピークがないときもあります。ここ。 hf という領域に書いてあるこの描かれたピークというのはこれ。これですね。周波数で言えば0.2と0.3の間0.25です。周波数、ヘルツ。これを周期に直すと波の,この幅で、幅に変えるとこれ逆数取ればいいですよね。だから 1÷0.25 すると4ですので0.25ヘルツは 4秒に対応する確かに4秒の波が入ってますよねということをこのグラフを見ればわかります。また LF 領域このピンクのところですけども立ってます。ここはだい大体0.1逆数取ると0.1ヘルツを逆数取ると 1÷0.4 で10秒ですので先ほど見た10秒の振動があるよということがこのパワースペクトルを計算すればわかるわけです。 ではこのパワースペクトルの構造を特徴付けていろんな指標にしようよという考え方出てきますよねでこれがやられているわけですこれが周波数領域の心拍変動指標と呼ばれるものですこれ今日は全部言いませんけども HFLF というのはですねこれちょっと両方ログログになってますので先ほどと見た目が違いますけども HF 領域のこの面積を計算したものこれがパワーですでパワーとはこの成分の分散と書きました 時系列の分散というのは生の時系列から計算します元の時系列から計算しますけれどもそのパワーのというかこの周波数成分の分散というのは一回ですねこの波の成分だけ取り出すことができるんですよまあ要はここで取り出してるんですけどその取り出した時の分散取り出した時に分散を計算したらという量です。はい、LF ですね、パワーというのはまあ分散のような量同じ単位を持ってます。 はい。で、もう一回見ますと、はい、いいですね。HF というのは、ね、HF パワーと呼ばれるものはこのパワースペクトルの緑の部分の面積です。そして LF パワーというのはこのパワースペクトルのこのピンクの部分の面積です。パワースペクトルについても今後詳しく説明していきます。今日はというかまず感覚的な理解を皆さんに持っていただきたいということでこのお話ししてます。はは、い。では LF とか HF。まあ4秒と10秒ですね。ほぼね。この成分っていうのがどういう時に現れて、どういう時に現れないのか。ということをちょっと考えます。で、ここではですね、すべてのケースをこう、網羅的に言うことはしません。やはりですね、誤解を生むこともあると思いますので、一つの例だけに限って説明していきます。まず LF と HF のこのバランスが変わるような、 まあ、現象というか状況って何かっていうと、一つはですね、姿勢が変わった時です。まず、横になった状態、あの、寝てる時ですよね。横になってる状態っていうのは、これ、HF という呼吸成分が出やすいです。だ,だから、ですので、睡眠状態の取り出すと、4秒の波が見えましたよ、ということですね。一方で、この LF、10秒の波が見えやすい状況、出やすい状況っていうのは、立ってる時です。 なんでそういうふうに違いがあるのかということを見るためにですね徐々にこの体の角度を変えるという、えー、条件で計測したデータをここに示しましたこれはですねこの角度が変わるベッドですヘッドアップティルトテーブルと呼われるものこれ電動でグイーッと変わっていくものを我々使ってますでそこでですね徐々にこう体の角度を変えたゼロっていうのは 真横です行外ですそして20度40度60度にしていきます60度はもうかなりあの直立に近いと言えば近いですこう体は足は地面につこうとしますはいでここは10分10分10分の長さで計測していますでヘッドアップティルト試験というのが臨床の試験でもありますけれども多くの場合は高級な応答を見る試験になっていると思いますでもここはただ角度を変えたということで ゆっくりと変えてそして10分以上計測していますここでもね、こう波の様子が変わっていきますよということを説明していきますその前に、このなんでこの角度を変えたのかというか角度が変えると体の中で何が違うのか何が変わるのかということを簡単に説明しますこの体の角度というのはですね一つは血圧の調節まあ、血流をどう送るかという調節に非常に密接に関係していますまず 横になった状態、ですよね横になった状態ちょっと例でやりますけども、これ、横になった状態、これ、あの、水が入ってます。水に、あの、うがい薬をちょっとさっき入れました。横になった状態で、こちらがまあ、頭としますか。横になった状態で、こう、頭があります。で、心臓がね、この辺にあると思いますよ。この辺にあるとしますよ。こっちそして、こうありますよね。で、体中に血流を送るということ、大事ですけど、 体の調節をするためには脳に血流を送るっていうこと非常に大事です。ですね、こちら脳だとしますよ。脳に血流を送るの非常に大事なんですけども、横になっていれば、こうですね、血液に沿って血液に見たててたこの水、これね、あのー、ここを循環させるだけでいいので、あんまりこう、負担ないですよね。ところがですね、ヘッドアップティルトで、こっち向きにしますか。この角度を合わせますよ。こういうふうに角度を上げますよね。 そうするとどうでしょうここね。頭のところにこのね、液体がいかなくなりますよね。なぜなら水が下に下がるから。高くしていくと、高くしていくと、こうね、液体は下に落ちようとします。脳は上にありますので、自然のままに任せておけば、これ、血をこれ送るの、ちょっと難しいですよね。ということで、上に送るためにはどうしますかっていうことですね。これね、ここからね。 ここからはじゃあここの下の方のこの体積をぐーっと潰せばいいですよね。ちょっと難しいですこう潰していけばいいですよね。こう潰していけば上に送ることができるわけです。ということで立ってきた状態になればなるほどこういうふうに体の下の方の血管をこう締めて血を上に送りやすくしてやると。 こういう制御を体の中ではしています。ということで体の中ではこう角度が変わっていけばですね血管を調節して脳に血を送るような制御がされていくと。ういうことで、はい、真横になるとそういう制御なくていいよと。でだんだん角度が20度40度60度になっていけばそういう制御っていうのが必要になってくるよということです。もちろんこの血管を占めるっていうのは 交感神経の作用がありますのでこちらの方が交感神経下に行けば行くほど交感神経っていうのが、うん、作用しているというふうには考えられますこのデータをもうちょっと詳しく見ていきますはいでこちらは300秒幅5分にしましたさっきは10分でしたけどもね5分そしてこの部分をですねこの100秒から150という風に50秒間さらにこう拡大してあります部分はちょっと違いますけども拡大してあります まずここ、0度、20度、40度、60度ですよね。0度の時には、これね、これ、あと60度の時には、ちょっとこう比較してみますか。そうすると、こちらはね、なんか細かいですよねこの、この上下がね。こっちはね、上と比べればゆったりっていうことがわかります。これが先ほど最初に言った4秒、10秒っていう振動ですよね。で、ここきっかり4秒ってことないです。はい。で、ここ見てください。山がこうね。で、ちょっとね、やっぱり綺麗じゃないですね、ここね。 綺麗じ,じゃないです今回の実験では呼吸統制というのはしてませんあのメトロノームであるとか何か音を鳴らして4秒ずつに綺麗になるようにということをしてませんので、えー、自然な呼吸でばらけてますですがまあこう,こういう振動がありますよねっていうことですよねここから0度から20度、うん 40度としていくとちょっとずつですけどもこういうちょっと深い大きいような波っていうのが、まあ、あるかなというふうのが見えてきます。まあ、40度になるとそうですよねここ10秒でこうあ山があるかなっていうふうにだんだん見えてきます。そして、まあ、60度になればこの細かい4秒の波っていうのはあんまり見えなくなって10 10 10 10秒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 ということですよねこういうふうな変化が起きます。でこの変化を、まあ、見やすくグラフにしたものこれがパワースペクトルです。 そうするとこれ見てくださいこの0度の時にはですねここあピンクが LF 領域緑が HF 領域ですはいでここでパワーっていうのは面積ですのでねでここちょっとねこっちの方が鋭いピークに見えますけども、まあ、面積を考えますですのでちょっと呼吸がね一定ではなかったっていうところがありますこっちの方がむしろ一定ですよねはいでここのピンクの部分、まあ、顕著ですよねだん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  こっちからですねこれ幅一緒ですので縦の幅だん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 大きくなっているのが分かりますこれ何に対応しているかというとだん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 10秒の振動が出ているからですよねそして緑の成分これちょっと見にくいですけどここからだんだん小さくなってもうほとんどなくなっちゃうっていうことはありますので上から下にいくことにこの4秒の成分まあこれはですねほとんど3秒に近いんですけども HF の成分っていうのが減っていきますよということですということであっ これがね、どういう現象というか、体の制御と関係しているかっていうと、あ、この血圧の調節と関係してんじゃないのということありますよね。血管の調節と関係しているの。はい。で、そういうふうな実験ですものね。はい。ということで、わかります。そして、えー、心拍変動指標い、いくつか計算しました。HF パワー、ね、緑の面積。LF パワー、ピンクの面積。そして、これら2つの値の非 LF パワー、HF。ね、LF、HF です。はい。これ、こう計算しました。そうするとね、この変化に応じてですね、 LF かからいきますかこのピンクの方の面積ですけどもこれ10のマイナス4乗が全部ついてるの注意してくださいここを無視すると3.85.49.29.7というふうにこの変化に応じて値が増えていってますよね HF パワーここね10の4乗10の4乗ただ下では10の5乗になっていることを注意すればこの緑の面積というのは2.92.6 減りました。1.2減りましたこれこれはね0.9です減りましたということで確かに見た目と合ってますそして LFHF 比ですね計算してやれば1.32.0あ2.17.710、えー、ぐらいですねはいというふうに変わっていくんですよということでこの角度に応じてそれぞれの指標が変わりましたそしてもちろん体の中の自律神経の関与から言えば ゼロ度の方が副交感神経優位。そして、だん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 、だん、この血管を締めるということで、あの交感神経ですね。この関与が増えていくだろうというふうには考えられます。これらの、えー、振動成分の、まあ、起源、起助について、ちょっと待ってね、えー、生理学的な部分、説明します。まずですね、4秒の 周期まあこの HF 領域ですねまあ4秒といってもねあの3秒っていうこともあります特にコロナでマスクするようになってからちょっと呼吸が早くなってるなっていうふうにあの感じるデータ見ることありますでこの4秒の振動って何かなっていうとこれはここで書きました呼吸ですよね呼吸って皆さんこう自然な呼吸あのー、これ4秒でしてます。これももでですねね呼吸って、ね、随意的に自分でもこう 調整乗っ取ることできるんですけど意識してない時はね不随に自動的にね調整されてます大体4秒3秒ぐらいですはいでこれは呼吸の気流を測ったデータです熱伝追っていうのは使いましたはいそしてこちらはそのその計測と同時に計測された RR 間隔の時系列です上ほど綺麗じゃないですけどこう,こう山のねパターン見てくださいこの山のパターンって上のこの振動と一致してますよね まさにこの影響がこちらに伝わっているということです。これはですね、呼吸のこの深さ、この情報がですね、この伸びを検出するセンサーあります。それは肺の進展受容体ですね。で、えー、この情報が心臓迷走神経、まあ、副交感神経を伝って心臓に伝わってくることで起こっているということです。で、この現象ですね、呼吸性動性不整脈。 レスススピラトリリサイナスアリスミアミと呼ばれます。はい、RSA と呼ばれます。これはですので4秒ですね。HF 領域の振動っていうのは呼吸の影響ですよということです。そして副交感神経が関与してますよということです。一方で10秒の方の振動これはですね血圧と関係してます。血圧これ1泊1泊測れるんですよ。この、例えば血 血管をこう直接この血管で押して圧を測ってやればですね心臓の拍動一拍ごとに血圧って変わってますそういうふうにして測ったデータはこちらです特にこれは収縮期血圧ですよねあの血圧は心臓がぐっと縮んだ時の血圧が一番高いですよねで広がった時は低いですでここはぐっと縮んだ時の収縮期の血圧をグラフ描いてありますで血圧変動にはこういうふうにですね10秒の振動がありますそして 心拍変動、RRI の時系列にもこういう10秒の振動があります。こういう振動をですね、発見者の名前を取って、メイヤー波、メイヤーウェーブと呼ばれます。これ、どういう体の中の機序働いているかというと、はい、えー、動脈内にですね、あのこの血圧の情報をセンシングするところがあるということです。そしてその情報が心臓に伝わっていると。で、この現象ですね、まあ、動脈圧をこう、 検出するところがあるんですけども、それのセンサーの情報に応じて制御をしているということで、これは動脈圧需要大反射あるいは動脈圧需要期反射と呼ばれます、えーね。バロリフレックスですね。こういうふうに言われます。ということでこの10秒の振動っていうのはこういう血圧の変動に関係してますし、この成分というのはこうだんだんね横になっている状態から立ってくるというような時にこの血管をね。 調節するということにも関係していいますととうことで HF パワー LF パワーというのはですねえ計算の上ではこのね振動成分の強さをパワースペクトルを使って評価しているわけですよね。で生理学的な部分では呼吸のこの情報が伝わっているんだよということですね。そして、はい、HF パワーは、えーまあ、心臓瞑想神経によって主に仲介されてます。 呼吸の振動、4秒の振動っていうのは体の中では速い方の成分ですので交感神経ってこういう速い情報を伝えることができないというふうにこれ今まで、えー、示されているそうです、はい。ということでここに書きました6秒7秒よりも速いような振動は交感神経は伝えられないよとだから HF の情報っていうのはほとんど副交感神経の情報だよというふうに言えるわけです。 一方で LF パワーというのはあの減少から言えば10秒ぐらいの振動ですよね。これあのほんと顕著に見られることあります。これっていうのはこの血圧の調整というかそれに関係しているんですよね。はいでこちらはですね交感神経副交感神経両方の影響が入ってます。はいで この LF パワーの解釈は難しいです。ここの下にも書きましたけど、LF や LF パワー HF ですね、LFHF 比の解釈っていうのは、なかなかあの皆さんがみ論文で見かけるとか、教科書で見かけるものについて否定的な意見っていうのはあります。まずですね、この LF 成分10秒の振動っていうのはですね、ここに書きました。この早野先生のね、解説論文。これをいいように挙げておきますけども。 交感神経を遮断する薬理的に遮断したとしても、LF のピークっていうのは消えないんですね。つまり副交感神経だけでもこの LF の振動の成分って作ることができるということです。ですので必ずしもこの LF が強いっていうことが交感神経が強く働いているとは言えないと。それと同様にこういう論文でもですね、LF とか LFHF 比というのは動脈圧受容器反射ですね。動脈 圧受容体反射の機能とは関係するよ確かにするよねこれはもうあらゆる実験で確かにそうなっている確かめられますしかしこれらの指標は交換神経がこう活性化している更新している状態を評価できているとは必ずしも言えないよという議論があります引用文献ここ三本書いておきました、はい、こちらを参考にしてくださいですので LF あるいはこの LF と HF の比ですね これについいては解釈が難しいですよと、はい、LF と HF の比の解釈について言いますけども広く今までこう考えられてるということでいえばですね LF には交感神経と副交感神経の両方の情報が入ってる HF は副交感だけということでこの比を取ってやればですね上か分子だけに交感神経の情報があるのでこの交感副交感のバランスが見られるんじゃないかっていうふうに考えられているわけです。こっちら、ね、そううでもないよっていよ 意見があるということも認識しておく必要があると思います。はい。最後にですね、これ時間領域指標との関係をちょっと考察してみます。ここではですね、先ほどのこのヘッドアップというですね、これね、この試験のデータについて、えー、時間領域指標も計算しました。見てください。m e a n n っていうのは RR 間隔の平均値です。 で、角度が高くなるとこうですね900840ぐらい770ぐらい730だん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  RR 間隔が短くなるつまり心拍数は速くなってますよね、まあ、そういう意味でも副交感神経の作用っていうのは弱くなってきてるというのはここで分かりますまた他の指標ですよねここでは SDNN と RMSD とそれらの比これ比はもう自由に計算していいんですよ別にはい。ということで ここののれらの指標について計算しましまたあ。もちろん RMSD を SDNN で割ったやつって一般的ではないですけどこれポアンカレープロットの SD1 とほぼ同じ量ですよねだからポアンカレープロット使わなくてもこの量で別に構わないですはいということで見ていきますまず SDNN というのは RRI 時系列 RRI の RR 間隔の標準偏差。 ですよね、角度が変わっていくと上から4438.7まあたい4038.7たい4043.7変わらないですねだいたい40ぐらいでで s d n a って大きくなれば複合間神経の指標だよというふうに、まあ、言われることもありますけどもここ必ずしもこうですね LF とか HF のこのバランスに関係なくあんま変わら同じですほとんど一緒ですはい変わりませんでした RMSD についてみれば上から35.230.224.823.0小さくなってますよねこれってどういうことかっていうと上が4秒周期下は10秒周期なんですがこう1回の波で戻ってきますよねで、えー、4秒なので、まあ、56点ですよね56点でカッ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 とこう戻ってくるカッカッカ戻ってくる、ね、その時のこの変動の1拍ごとの差 10秒の波だと、まあ、十数点こう戻ってくるそうすると1個の幅って小さくなりますよねですので、えー、この4秒の波の場合よりもこう10秒の波の方が隣り合う RR 間隔の差は小さくなりますのでこういうふうに、ね、小さくなっているということですそしてこの幅というのもね状況によって変わりますこの RR 間隔、こ,、ね、この幅ですよこれも変わりますので、まあ、割ってやって規格化するつまり 単位のないにしてやれば上から下にに0.87 0.78 0.64 0.53、、、という,ふうに変わってきますよね。で、これどういうふうに解釈するかここでね私はもうこれで自律神経がどうとかこの、うん、ちょっとすいませんスパッと言い切るような解釈はここでは言えませんが私が見てわかるのは細かく変わってるんだなっていうことですよねこっちはね。上はあい比較的こう大きく変わってるんだということが分かりますよというだけです。 というふうにいろんな指標がありますけどもそれぞれの指標を見るということとどういう現象が起こっているのかということを、まあ、私はいつも考えていますよというお話ですはいそれでは最後まとめますええー、現象としての HFLF 成分ですねで一つは時系列を見た時どう見えるかそしてどういう状況でこの HF とか LF とかいう成分が現れるかですよね今日は、えー、この体の角度を変えた時 だけですはいそしてまあそれは血圧の調整あるいは血管の調整重要ですよっていうことを言いましたねこれでね横横になってる立ってるですねはいこういうことですはいまあ一般的に HF 成分は副交感神経と関係するこれはまあ正しいと思いますしかし LF パワーとか LFHF 比ですよね LFHF これの解釈というのは 単純ではありませんよということあります。これ注意してください。そして時間領域の指標を個別に比べても、ちょっとね、なかなか解釈って、えー、単純ではないことありますよということで注意してください。論文の中でねこういう議論ってあるんですよ。どの指標が一番いいか、この指標が一番いいよっていうのは、は確かにそういう問題設定でわかりやすいんでいいと思いますけれども、えー、問題は一番いい指標を見つけることじゃなくて、例えば 診断あるいは予後、の予測であるとかね、そういうことですよね。あの疾患の早期発見であるとか、そういうことですので、必ずしもどれが一番かっていうことよりも、ちょっと現象を見てほしいなっていうのが常に私が言いたいことです。はい、今日の内容は、えー、以上です。えー、参考文献ね、こちら林先生のね。あの心拍変動も日本で言えばもう林先生だと私は思います。あるいはあの東大の山本俊治先生ね、あのお二人とも私お世話になってます。私なんかまだまだです。 これからちょっとずつ勉強していきたいと思います。はい。で、こちらのホームページね。え、これ書かれてる方、ちょっと私、名前までちょっと発見できなかったんですけど、3番。これね、こちらの、あのー、インターネット、ホームページの情報、これ、あの、丁寧にまとめてあって、私がその評価はできないですけど、勉強させてもらってます。はい。その他は、LF とか LFHF 比の解釈についての論文、3本あげまして、私、その、それらの、えー、創設的なもの、これね、 えー、書いたものが、えー、こちら7番にありますこれちょっと手に入りにくいかもしれないですけどねはいこちらですこの心拍変動と交感神経活性活動っていうこのねタイトルのものがありますということですはいで今後扱いたいのはよちょっと言っておくのはこれ何かリクエストがあればね言っていただければということで私の想定と皆さんね知りたいことっていうのね違いがあったりしたら教えていただきたいということで挙げておきますで パワースペクトル、今日は本当にね、簡単に言ってますし、いつも簡単に言ってます。ただ、パワースペクトルは本当にね、奥が深い。大事。で、これはもちろん、あの、医学、生理学の方はいいです。ただ、ちょっとね、数理側の方々でもね、あの、学生さん。ちょっとパワースペクトルってちょっとわ、ちょっとわかってないんじゃないかなって思うことがあります。確かに計算はできる。いいですよ。ただね、どうやって計算すればいいのか ね、ここをちょっと説明したい,したいと思いますそのうちあとはパワースペクトルの読み方ですねこれをあの本当ねあのー、まあ、分かってないって言って私がね偉そうですだ読み方っていうのが説明されてないなというふうに思いました数式で、ね、こう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 パワースペクトルでこうですよ定義こうですよこういう例がありますよぐらいあるんですけどパワースペクトルがあった時に解釈の仕方っていうのはね 説明がちょっと今まで不足しているかなということで、これもやりたいと思います。そして、数理的には線形確率過程ですね。線形確率過程の一番大事な分析方法ってパワースペクトルです、はい。この部分も説明したいと思います。はい、ということで今日は以上です。